はい、どうもキャペちゃんです。さあ、小屋子でやっていきましょうということで、今回ですけども、まあ、久しぶりにかくれんぼやっていきたいなと思います。場所はね、今回はここ荒敷地でやっていきたいなと思います。めちゃめちゃかくれんぼ久しぶりだねということで、まずはね、かくれんぼスタートの開始の合図を打っていきましょう。さあ、かくれんぼスタート。で、今回めちゃめちゃ久しぶりなんですけど、まあ、なんでかくれんぼやるかというと、まあね、11月に東京マップがね、新しく追加されるということで、まあね、多分東京マップいろいろね、かくれんぼするような場所がたくさんできると思うんですよ。なんで今回はちょっと練習というかね、久しぶりにちょっとやっていこうかなと思いました。今ね、深夜の1時。急遽やろうと思ったんで、まあオンラインのね、フレンドを全員誘ったんですけど、まあ5人しかちょっと集まんなかったんで、人数的にはいつもより1人2人少ないんですけど、まあ範囲的にもね、あんまり広くないから、まあちょうどいいかなと思います。ということで、今から5分間待ちたいと思います。一応ね、今まで何回かかくれんぼやってるんですけど、まだ見たことないっていう人のためにね、簡単にルールを説明すると、まあ、一応開始の合図を打ってからの移動は禁止。あとは全身がすっぽり隠れるようなグリッチは禁止となっております。で、まあ今回制限時間30分なんですけど、まあ30分間見つからなかった人、もしくは最後まで生き残った人には、前まではギフトカードをあげてたんですけど、今回は好きな衣装をプレゼントという、まあ、そんな感じでやっていきたいなと思います。さあ、じゃあ次回になったから探していきましょう。久しぶりだな、この感じ。いや、一箇所一箇所ね、抜かりなく探していきたい。あ、てか俺開始の合図打ってなかった、忘れてたこれがブランクってやつだね。自分で作ったルールを自分で忘れてっていうね。さあ、じゃあ気を取り直して探していきますか。こういう車のさ、後ろとかね、いない？いないか。あと下だね。下。車の下。たまにね、伏せで入れたりとかするから。あとはこの、なんか、トラックの荷台の中とか。いないか。いないね。さすがにこんなとこにはいないか。まあ、今回ね、ちょっとまあ、深夜ってこともあって、制限時間ちょっと30分なんでね。まあ、いつもよりちょっと短めなんだけど、まあ、範囲もね、まあ、嵐の基地自体そんなに大きくないから、まあ、しっかり全員見つけていきたい。古城の時のようなね、悲劇はもう起こしたくないんで、しっかり探していきましょう。こういうところも、ちゃんと一部屋一部屋、しっかりと見ていくと。いないね。さすがにいないか。さすがにこういうとこにはね、いないと思うんだよね。まあ、みんな何かしらちょっと難しいとこに隠れてと思うんだけど、まあ、念のためしっかりと見ていこう。いないね。まあ、言うてこのなんかさ、ちょっと上がったところの塀周りとか怪しいと思うんだよ、俺的に。いないか？ここ行けんのかな、これ。あ、落ちた。反対側から行ける？こっから登れないか？さすがに無理か。なんかこういうところ怪しいんだよね、個人的にさ。そこは行けんのかな？あ、え、てかいるじゃん。いた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 。一人見つけた。さらばだ、友よ。グッバイ。あ、シロさんだね。一人目見つけた。いいね。なんか一人見つけると、かなりね、安心するっていうか、ちょっと気持ち的にリラックスできるね。さあ、あと残り4人、探していこう。あ、やばい、落ちた。もう嵐の基地ってさ、滅多に来ることがないから、なんていうかな、土地感がないというか、どこに何があるかね、いまいち分かってないんだよね。フラッシュ激闘とかで、なんか来たぐらいかな。ここ行けんのかな？おお、行けた行けた。お、すごい。行けたじゃん。普通に登れた。さすがにこういうところもう一人はいないか？このドア入れんのかな？入れないよね、さすがに。さあ、ここいないかな？こういう裏とか、もしくはこの下とか、いないか？さすがにいないか。ヘリコプターの方いないかな。こういう、周りとかはいないね。レベ3ベストあった。なんかね、別にいらないっていうか、今回別に戦うわけじゃないけど、まあ、普通になんかね、欲しいよね、レベ3ベストって。オープン！いないか？ガソリンだ。あ、ここ見たか。ここいないかな。この上とか。
なんかこう伏せて入れないとかしない？ここいないか、さすがにいないか。ただ一応まあ見とこうこういうこういうところ、あ、いないね、さすがいないね。あ、立てない立てないここはいないと。どこにいるんだろう、このなんか変なステーション。いないね。あっち上の方かな。いや、とりあえずこの車たちの方見てっか。車の下とか怪しいしね。あと上とか。一旦パーッと見るけど。いないか？こういうとこいない？いないな。小屋。オープン。いや、どこだ？いなし。いなし。いなし。この木裏とか、ない。車の荷台は？荷台ねえか。あ、いた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 いる服脱いでいたわ。これどうやって登るんだろう。え、どうやって登るの？こう服で全部脱いだんじゃない？ここで。あ、立ってくれた。ありがとう。優しい。さらばだ。友よ。待って、動かないで。動かないで。う、オッケー。ゆうゆうくん、発見。さあ、残り3人。残り3人だね。オープン。あとは上かな？こっちの方。ヘリコプターの方とか。一応ここ見とくか。一応このヘリコプター周りもね、見てよ、こう、さすがに、さすがにこんなさ、もう嵐基地の象徴的なとこに隠れていないと思うけど、まあ一応見てこう。ワンチャンこういう裏とかさ、いないか。登れないよね。さすがにいないか。落ちたくないからちゃんと回ってこ。残り4人。え、残り3人か。どこいるんだろう。ここ登れる？あ、登れた。こういうところいないか？いないね。どこだ？みんなどこ行った？全然見つかんないぞ。こういうとこにもいないか？水戸とかさ。この角裏とか、いないか？いないね。あとはなんだろうね。こういうなんかこの、縁を使って、こういう感じ。入れない。入れないか。入れたら、あ、落ちちゃった。落ちちゃった。落ちたついでにちょっと、この辺も見るか。いないな。さっきのパイプ渡りの技を使って、ちょっとこっち側行ってみる。あっちの方か。ここか。落ちの声。いけるか。いけたいけた。よしよしよし。こっちの方にいない？こういうところいないか？こっちの方はもう完全に多分このなんかパイプ渡ったりとかさしないといけないと思うんだよね。ワンチャンこっちからこう隠れてるやつとかいそう。待って、これ難しいんだよな、落ちるの怖くて。よし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 、こっちの方いない？ワンチャンの屋根の上登れたかもね登れたかもしれない。まあ、そこはまあとりあえず置いといて、向こう側まで行きたいな。行けるか。よしよし、乗った乗った。パイプを伝って落ち着け。よしよしよし、来たぞ。いないか？さっきのあのトラックの荷台さ、もしかしてこっから行ったのかな。いない？ここも渡る？からその柵の上に乗る。あー、ミスった。くそー、ミスった。あ、待って、変になった変になった。よしよしよし。あれ、今いなかった？あ、見間違いかな。さっきのあれ死体だよね。死体っていうか、あ、いたいた、もう一人いた、もう一人いたもう一人いた、見つけたぞ。ジャンプで
惜しい。あと一発くらいかな。いたいたいた、見つけた。さあ、あいつを倒したら残り2人か。よいしょ。オッケー。あと2人。もっといるんじゃないこの辺に。あ、いた。いたわ。3人同じとこに隠れてたね。いや、それは意外な盲点だったわ。さあ、乗れる？トゥ、オッケー。さらばだ、友よ。天国で会おうじゃないか。オッケー。超名古屋人さん倒したぜ。さあ、ラスト一人取っちゃうんだね。くそ、見つかんなかったな。終了の合図。さあ、じゃあ答え合わせだね。このルートは通ったんだけどな。全然気づかなかったぞ。まさしくこの通り通ったよね。ほぼ最初の方に。そこか。うわぁ、見えてる。いや、多分俺これ見逃したんだね。完全に見逃したんだわ。多分ね、動画に映ってると思うから、これ普通に見て気づいた人いたかな？俺の動画を見て。まあ気づいた人いたら、隠れんぼの才能あるわ。俺が才能ないだけかもしれんけどね。はい、ってな感じで、まあ今回は、とっちゃんがね、優勝ということに決まりました。今までね、すぐ見つかってたとっちゃんだけど、クソはやられたな。まあ、最後は一緒に、じゃあこのガソリンで終わりたいと思います。さらばだ。ありがとう、京平ちゃん。ありがとう。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。